どうもこんにちは、サンタです。今日もこれから夜渋谷で DJ があるんで、これから渋谷に向かうんですけど、さっきまでねすごい雨が降っていたんで、どうしようかなと思って焦っていたんですけど、無事止んでくれて良かったです。で結構ね今日は冬装備っていうか、こういう耳当てがついた帽子買ったりだとか、冬用の手袋を買ったりだとか、ウェアも全部冬用に変えたんですけど、そこまでは寒くないんですけど、まあ、夜になったらちょっと分かんないんで、念には念をってことで、っていうのは渋谷に行くまでに一箇所寄るとこがございます。ということで今日も安全運転で出発したいと思います。このインスタ360をちょっとコンクリの上に落としちゃって、軽くレンズに傷がついちゃったんで大丈夫かなと思ってチェックしたんですけど、無事だといいな。結構この2枚のレンズが外についてるんで、かなり大事に扱ってきたんですけど焦りますね。ちょっとまた風防対策をしようかと思ったんだけど、360度カメラなんで結局風防みたいなつけるとそれが映り込んじゃうんですよね、円の中にっていう可能性が高いなと思ってつけてないんですけど、まあ、風ボーボーいってるかな今、アフレコになるかなさあ行ってみたいと思います。あ、雨が降ってた跡が水溜りできてますね。やだな。わわわわわ。ここもスピード出しすぎないために、ああいう段差がついてるんですよね。あれが地味に自転車に衝撃を与えるんで、スピード出せないようになってるんで、まあよくできてるなとは思うんですけど。水たまりだな。いけるのか、おい。泥、ああ、鉄に来た。やっぱ泥除けっているんだな。やばい。鉄に来るんですね、やっぱり。なんか YouTuber が雨の日は泥除けがいるっていうか雨除けがいるって言ってたけど、確かにいるんですね。今のでケツが濡れてしまいました。まあ、なんでもこのビブショーツっていうのが結構なんかこう発汗性があるのか、雨が降った日にも乗ったんですけど、まあゴアテックスみたいなそこまでのものはないかもしれないですけど、結構大雨にやられてもその後快適なんですよね。弾いてくれてんのか雨水を。さあちょっとこの多摩川サイクリングロードもちょっと前まで草がボーボーだったんですよ。でやっぱり最近はまた刈り込まれているんで、ボーボーの時に一回その草のトンネルの中渡りゃよかったなと思って、いろんな季節によってちょっとずつ景色が違うんで、何回か撮影してみたいと思います。大丈夫かな、風の音がボーボー言ってて会話が聞こえないんじゃないかって。ああまた強烈な水たまりがあるけど、どうしよう、やばいな。お尻塗りたくないけど、スピードある程度出さないとこぎつけないし、まあでもスローでいくと。うわ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 、
すごいな。こんななっちゃったりして、よいしょ。さあ、1時間13分ぐらいの工程だと Google マップは計算してくれてるんですけど、まあ、なんやかんやあるかもしれないんで、着いてからもね、駐輪場を探さないといけないし、この先にね、山田太一さんがあれは80年代かなに描いた岸辺のアルバムっていう名作ドラマがあるんですけど、そのね、舞台がここら辺なんですよ。狛江のあたりなんですよね。で、そのドラマの中に象徴的に出てくるダムではないんですけど、なんていうんですかね、あれ、なんか正確な名前あるんですけど、そのミニダムみたいなのがもうそろそろ登場しますんで、あの女優の人なんつったかな、すごい清楚なおばさま、あの清楚なお母さんがよもや不倫をしてしまうっていう、結構当時にとっては衝撃的なドラマだったんですけど、と脇尻顔で語ってきましたけど、僕も後追いでね、世代的に、よいしょ、後追いで見てんですけど、シャダラパーのメンバーもね、僕と同世代なんですけど、彼らが結構昔から山田太一さんの不揃いのリンゴたちとか、あ、ここですね、ここでございます。山田太一脚本、岸辺のアルバムのロケ地としてよく撮影された場所ですね。ここの辺り気持ちいいんですよね、走ってて自転車で。いや、気持ちいいですね。いや、かなり極寒対策をしてきたんで、めっちゃあったかいですね。しかも体をかなり動き出したんで、止まった後に、自転車が終わった後に何でしたっけ、汗冷えすんのが怖いんで、もう一枚ロンティーを今日は着替えで持ってきております。いや、雨が止んで本当良かったです。2日に一遍トレーニングっていうか、こっち行くのか、そういうのでここら辺まではいつも来るんですよね。ただこの橋の下を渡るのは今回僕初めてかな。
今上り戸のあたりなんで直進して行けんのかな、二子玉目指したいと思います。これがサイクリングロードが続いてるといいんですけど、たまにトリッキーにできてるんですよね。お、小田急線かなあれ。片瀬、江ノ島の方まで行くんでしょうか。さあ出てきました。